このハイブリッド戦争ってのはね、仕掛けてるのはむしろロシアの方なんですよ。で、そのことね、詳しく書いてある本はね、この本です。志田淳次郎先生ですね。志田淳次郎先生のですね、ハイブリッド戦争というこちらの本ね。これぜひお読みください。で、この中でね、まあ、この間奥山さんの動画でも言ってたんですけど、日本のね、このハイブリッド戦争。日本にロシアが仕掛けてきてるこのハイブリッド戦争ね。これの協力者が誰かということもですね、名指しでバサバサ切っててね、すげえ本だなと思いました。私が書いた日本分断計画なんかよりも全然専門家のですね、志田さんの本の方が素晴らしい内容ですので。ぜひ皆さんね、これお読みいただきたいと思います。下にね、URL つけておきますけれども。で、このハイブリッド戦争に関してね、NATO もですね、これ懸念を表明したという記事が出てます。これロイターの記事ですけど、NATO 加盟国へのロシアのハイブリッド攻撃を、深く懸念と、いうことで、5月2日ですね、NATO 加盟国、チェコ、エストニア、ドイツ、ラトビア、リトアニア、ポーランド、イギリスが、ロシアのハイブリッド攻撃を受けていることを深く懸念していると。いうふうにですね、まあ、NATO の本部ですね、が、発表しましたと。で、声明の中でですね、ロシアがヨーロッパ、大西洋地域で引き続き激化させている活動の一環、ハイブリッド戦争がね、そういう活動の一環だと。NATO に対するね、これらの攻撃をですね、引き続き対応していくと。その対応を強化すると、いうふうに言いましたと。ウクライナへのですね、まあ、支援継続をね、なんとかこう、引きずり下ろそうとしてですね、やってるんですね。これ ISW の最新のレポートでもですね、書いてありまして、この間ですね、そのロシアがね、ウクライナのゼレンスキー大統領以下数名をですね指名手配したということなんですけれども、これね、要は憲法上ね、一応書いてあるところによると、ウクライナの憲法ではね、5月2日でまあ大統領の任期切れでね、本当だったらまあ選挙が必要なんですけど、ウクライナ憲法そのものにね、緊急事態条項があって任期延期できるんですよね、延長できるの、戦争やってる最中はね。で、それなのにその正当性がないみたいなことをやって、ね、で、我々も指名手配しましたみたいなことやってね、ウクライナのですね、政治権力というかですね、その今のこのゼレンスキー体制をね、疑惑の目を向けてね、疑惑が深まったってやって、こうわちゃわちゃ騒ぐっていうことに注力してるのではないかと。ウクライナに対する言われのない侵略戦争ですね、それ以外のものとして表現する努力を続けているというふうに ISW は言ってます。このまあ逮捕状のですね請求というのもですね、情報操作の一環だと。これマイダン3と呼ばれるね、巨額情報キャンペーンやってるということね、私は指摘しましたけれども、こちらのまあ一環だと。で、そのマイダン3はですね、5月下旬をピークにする可能性が非常に高いと。なんでこれからですね、情報構成徹底的に仕掛けてくると思うんですね。支援疲れだのね、さっきの日経の記事みたいにね、ロシアの風が国力減って有利だみたいなね、まあこういうやつとかね、それからその日本がウクライナのこのね、武器援助の最終的なその借款の肩代わりさせられるとかね、こういうねデマね、今度全部向こう側さんから出してるね、テムニクにまあ書いてある話で、いろんなやつが人づてにこれを伝えてね、得だねみたいな感じでやるんですけど、嘘だから。これ釣られたらプーチンの味方してるのと全く同じなんで、絶対こういうのに釣られちゃいかんと。必ずフィルターかけてみてください。そのフィルターっていうのに役立つのがやっぱこの本なんですよ。志田淳次郎先生のね、ハイブリッド戦争。これぜひ読んでください。ね、これとね、あとね、保坂三四郎先生の、諜報国家ロシアという本ね、この2冊読んどけばもう大体大丈夫なんで。やっぱね、空き巣とかね、それから振り込め詐欺っていうのは、相手の手口を知ることによって、防犯できるでしょ？同じです。本当に防犯のための手引きみたいなもんですので、ぜひねこちらねお読みいただけると嬉しいなというふうに思います。保坂三四郎先生の本とね、この志田先生の本とね、両方とも下に URL つけときますので、ぜひ皆さんお買い求めください。よろしくお願いします。ということでですね、今日の内容面白い、興味深いと思った方ね、ぜひね高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。それから最後にね、私のこと特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方に遊びに来てください。実は来週ですね、この志田淳次郎先生と沖縄で対談します。八重洲イブニングラボ講演会ということでやらせていただきますので、ぜひプレミアム会員でお入りいただけると大変嬉しいなというふうに思ってます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。